被害届を出して、取り下げる準備をしておりました。でどうやらそれに至らず、今後告訴に向かうかどうかを息子と家族と神田西郷さんとご相談をしながら決定をしたいと思います。5月23日内田監督や井上コーチの記者会見があり、5月24日日大から関学大への回答書が送付されましたが、いずれの内容も指導者が選手である宮川君に責任を押し付け、矛盾があり疑義が残るものであったため、到底受け入れられるものではなく、激しい憤りを感じております。今後本事件において重い責任を負うべき内田監督や井上コーチの厳正な処罰を求めるために、告訴状の提出を検討しておりますが、警察からは告訴状にも被告訴人に宮川君を含めないと受理できないとの回答があり、このことも本当に悩ましく思っております。真実を明らかにすることは宮川君のためでもあります。そのために捜査を進める必要があり、被害届を取り下げるわけにはいかないのです。そこで今の私にできることは、宮川君に寛大な処分を求める嘆願書を集めることだと思いました。嘆願書をできるだけ多く集めて、検察官に宮川君への寛大なる措置がなされるように求めたいと思います。私はもう真相究明ということも大事ですけども、もう正直申し上げて、今の時点で取り下げている状態がもう明白にそうなっているんだというこの時期で、でも今この会見を開いていること自体が信じられない状況です。で冒頭申し上げたように、もう選手たちも試合ができなくアメフト部に所属しているっていうのは考えられなくて、強いてはもう日大の学生さんたちも就職の問題や、あるいは進学を決めていた子どもたちもいろんな意味でいい方向にはいってないと思うんですね。早く収束させるのは大人たちの表に出せない事情があるならば、それを堂々ともう発言いただいて収束に向かっていただきたいというのが気持ちです。でさらにやっぱりご自身の息子さんに被害届を出させるというのは、親御さんとしても大変な覚悟があったのではないかと思うんですが、保護者の方々の動きも含め、で、選手の皆さんが日大の声明を出されるということ で申し上げたように、日大に息子の友達もいてるし、私も仲良くさせていただいている親御さんもいらっしゃって、やっぱり辛いですよね。でそこには何 の、 罪もないわけで、本来ならもうみんな普通に毎週試合をやってですね、学生生活を謳歌してなくてはならないのに、一連の指導者の方々の 何を守ろうとされているのか、今日まで至ってしまっているところを真相究明につなげていただきたいということでございます。